ピオ鎌田大地さん、パスを余裕でもらえるシーンで無視されきれてしまう。セリアの第17節で鎌田が所属するラチオがエンポリとアウェイで対戦。この一戦でマッチやザッカーニの振る舞いが批判を集めているという。カウンターで鎌田からボールを受けたイタリア代表 MF は、猛ダッシュで追い越していった鎌田がリターンパスを要求したにもかかわらず前線へクロスを送り、全く合わなかった。無駄走りとなった鎌田が怒りのジェスチャーをした中、ザッカーニは、黙れ、黙れと叫んでいたという。鎌田が気の毒だ。ザッカーニはバカか。彼は鎌田に何度もやっている。個人的な問題が起こっているようだ。アマチュア選手であってもそのボールは鎌田にパスするだろう。ザッカーニは自分がクリスティアーノ・ロナウドであると信じている。ザッカーニが2点目を決めた時、鎌田が全く喜びを表現しなかったのも不思議ではない。このような態度ではザックは偉大に成長しません。かわいそうな鎌田。これでは鎌田があまりにもかわいそうだ。ザッカーニはサッカーをしていないように思える。